赤坂メディアビルは、1961年から2003年まで、東京都港区赤坂5丁目に立地し、東京放送が所有していたビルで、1994年、イコードービルに対して使用されていた名称である。1994年までは、TBS 本館と呼ばれ、本社オフィスラジオスタジオ TBS ホールなどを、用していた。のテレビ局舎と合わせて、 TBS にとっては二代目の社屋となる。ここでは北隣にあった TBS 会館についても合わせて記述する。テレビ局舎の鉄塔に付けられていたスーパーターンスタイルアンテナ。現在 TBS 放送センター脇にモニュメントとして設置されている。1951年の開局以来、ラジオ単営だったラジオ東京が、 テレビ放送を開始するのに際し、港区赤坂ビトツキ町に敷地を確保し、テレビスタジオと高さ174メートルもの鉄塔を建設し、1955年にテレビ放送を開始した。その後、都内数箇所に分散していた会社の機能を赤坂に集中させるため、テレビ局舎の東側に位置し、一次通りに面した場所に、 TBS の本館ビルを建設し1961年に完成した。新築された TBS 本館ビルには、大小9つのラジオスタジオと公開番組などを想定した TBS ホールが設置され、関東もしくは全国に向けて、ここから数々のラジオ番組が発信された。当時、TBS のラジオ部門は、旧ラジオ、東京本社以来の流れで、東京、 有楽町の毎日新聞東京本写真館に入居していたが、同年10月から2ヶ月かけて移転。赤坂に念願の総合社屋が完成したわけである。前述のように一ぎ通り沿いの TBS 本館ビルと TBS 会館の後ろ側にテレビ局舎は位置しており、TBS 本館ビルとは渡り、廊下でつながっており、 TBS 会館側からもテレビ局者側の通路が確保してあった。テレビ局者西側にはゴルフスタジオと別館があり、別館には提携するアメリカのテレビ局 CBS が入居していた。1970年代に入ると TBS ラジオの編成において生ワイド番組の比重が高まり、長時間の生放送に対応し得るスタジオとして1976年に パノラマスタジオ、1985年には、レインボースタジオがそれぞれ、TBS 本館ビル内に新設された。やがてテレビ局舎が、築35年以上経過し、老朽化が進んだことなどから、テレビ局舎西側の別館、ゴルフスタジオを解体して、20階建ての TBS 放送センターを建設。1994年10月3日未明をもって、 TBS 本館ビルのすべてのラジオスタジオとテレビ局舎の運用を停止し、数時間の放送休止を経て、テレビ局舎西側に建設された、現在の TBS 放送センターに全面移転した。その後、テレビ局舎はほどなくして解体され、跡地には TBS 赤坂アクトシアターの前身である、赤坂ミュージカル劇場と赤坂ブリッツが建てられた。 一方、本館ビルはその後、赤坂メディアビルと名称を変え、ラジオの放送設備を撤去した上で、事業部や関連会社のオフィスビルとして引き続き運用し、1998年頃には、メディアビルの1階に、ザ・ TBS ストアが開店。番組関連グッズや所属アナウンサーのテレホンカードなどを販売するようになった。 そんなメディアビルも築40年が過ぎて老朽化が進み、かねてから TBS が計画していた再開発構想がまとまったこともあって、2003年3月に TBS 会館と共に閉鎖、解体された。メディアビルや TBS 会館、旧テレビ局舎などの跡地は2008年に赤坂サカスに生まれ変わった。テレビ局舎と鉄塔があった給料は解体後も、 上記のミュージカル劇場、アクトシアターとブリッツが上に建てられた状態で残されていたが、サカス建設時に給料も崩され、完成したサカス広場とに施設の土地は放送センターとほぼ同じ高さにまで下げられている。下記に示すテレビスタジオ群は、当記事で直接触れられている赤坂メディアビルではなく、テレビ局者胸にあった。 1955年のテレビ放送開始当時は、鉄塔のほか、ABC スタジオとテレビ主調整室、AB スタジオ副調整室、大道具室、リハーサル室、メイク室、事務室などが設置された。テレビ局舎は、旧陸軍、この F 表第三連隊の施設跡地に建設し、敷地の丘の地下に、射撃訓練場として使用していた、地下号があったが、 コンクリートが厚く解体が困難だったため、丘を削り地下号を、局舎1階に内包する形で建設。リハーサル室、メイク室、倉庫、電源室などを、局舎1階の旧地下号の中に配置し、地下号の南側の部分に、AB スタジオを配置した。中2階に、AB 副調整室を配置。地下号の上を2階とし、主調整室、C スタジオ、テレシネ室。 事務室、食堂などを置いた。思考は、大林や仕組み。1957年に、CD スタジオ、運行副調整室。1958年に、e、EF スタジオ。1961年に、G スタジオテレビ局社玄関の順で増築した。また、胸続きではないが、1967年に、第二テレビ局社胸が完成し、HK スタジオを設置。 主に外部プロダクションによるドラマ撮影に使用した。テレビ局社の建設にあたっては、社員をアメリカの放送局に派遣し、現地で調査を行った。また、増築が完了した際には、主張性室やテレシネ室などが各スタジオの中心に来るように計画していた。TBS ホール TBS の番組の公開放送を主な目的に使われていたホールで、テレビは、 お笑い頭の体操、クイズダービー、ラジオは、ランマンラジオ寄せ、赤坂ライブ、赤坂お笑い土壌など、多くの番組を生み出してきた。1988年当時、TBS は、雑誌の取材に対し、外部への貸し出しはしておらず、すべて、TBS の番組関係や TBS のイベントのみに、使用しているので、あくまでうちのスタジオと回答していたことがある。 その後、少なくとも放送センター完成後は外部にも開放していた模様で、ホールの入り口付近に、このホールを使用したい方は TBS まで連絡を、という趣旨の看板が掲げられていた。なお、大きさは1386平方メートル、座席数は350席。2003年3月に閉鎖。その直前に、ラジオの、水曜ジャンク小サキンデと、 金曜ジャンクゴスペラーズ真夜中のコーラスの2番組のタイアップイベントである、さようなら、TBS ホールジャンク真夜中のカレーパンではオが開催され、小坂井和樹と関根トム、ゴスペラーズのメンバーらが TBS ホールとの別れを惜しんだ。現在、TBS 放送センターのある赤坂坂坂室内には、TBS が運営する劇場、赤坂アクトシアターや、かつて運営していた。 ライブハウス、赤坂ブリッツを転用した公開スタジオがあり、工業主への貸し出しや、自社主催の工業の他に、番組収録等にも使用され、TBS ホールの機能を一部継承した存在となっている。なお、TBS 系列でこのようなホールを持っているツボネは、他には、CBC ホールを持つ中部日本放送、番組収録用ではないが新曲者、 RSK イノベーションセンターに農学堂ホール天神級を開設した RSK 山陽放送がある。過去には朝日放送テレビが大阪市北区の究極者 ABC センターに設けていた2代目 ABC ホールをはじめ毎日放送の大阪府水田市の究極者にミリカ放送 RKB 毎日放送も福岡市中央区。 渡辺通りの究極車内にホールを持っていたほか、東北放送の TBC ホールや長崎放送の NBC ビデオホールなどが存在していたが、いずれもその後解体されて現存しない。1964年10月30日竣工地上9階、地下1階建てのビルで民間企業のテナントビルとして使われていた。 一階には1997年に経営破綻にした山陽証券も入っていたことがある。その山陽証券が撤退した後の一室には2000年に開局した系列の BS デジタル放送 b s 愛の本社オフィスが置かれていた。2002年には q b s 愛の本社オフィス周辺を使って同局の人気ドラマ、携帯刑事ゼニ型愛』の撮影が行われ、 宮崎葵や山下真嗣をはじめとする出演者たちが、ワンシーンかつノーカットの条件の下本社オフィスの中を、所狭しと動き回っていた。戦術のように老朽化と再開発のため、b s、SI、愛改め BSTBS は、本社オフィスを放送センターの15階に移転している。このほか TBS 会館に入居していた一部の飲食店は、2008年、 以降赤坂ビズタワーのショップスダイニングにて営業を続けている。ありがとうございます。